はじめです、本日は川崎ゼファー1100乗っていこうかなと思います。作業内容ですけれども、 FCR キャブレター取り付けセッティングとヘッドカバーガスケット交換となっております。ヘッドカバーガスケット交換はね、もはや1100のあるあると言ってもいいような作業で、うちも、ハイルゼファー1100、ハイルゼファー1100ほとんど変えてるような気がします。川口がということで参ります。よいしょ。はい、こちらでございますね。ゲールスピードのホイールなんですけれども、これはですね、こう旧車にちょっと寄せたモデルのタイプ N かなっていうタイプになってる6本スポークで、ゼファーってこう割と、ね、前後17インチかっていうのをして、後ろ180サイズを入れたりするカスタムが定番の中、フロント18インチかな、118、10、18となっていて、こう古いねオールドルックに見せるにはこういう18インチっていう、チョイスが有効になってきます。はい。でゲールの金ね、結構綺麗なんで、まあ、あの透明の引きで見た時も分かると思うんですけど、本当にいい感じにまとまるんですよね、1100の場合。はい。っていう感じで、フロントブレーキングのローターかなで、ローターコルトなんだろう、これチタンなんかな、ちょっと焼き入った感じで、これちょっと分かんないです。で、ブレンボの 40mm ピッチの、キャスティングキャリパーとなっていて、それをスウェッチラインの方をしてつないでいくと、ステムシダの、分岐で左右と、まあ、3本使う、これ一番お金かかるタイプの止め方ですね。はい。でこれ純正の、マルチリフレクターですね。純正のって言ったらちょっと語弊があるな、純正サイズの、ぴったりつくキングダムっていうところがやってるマルチリフレクターという感じですね。大体の場合180倍になっちゃうんで、ゼファーって200でしたっけね、ちょっとね、こうもともと大きいんですよね、ゼファー1100って。なのでそのままマルチっていう感じですね。はい。でアクティブのオイルクラブラックラウンドタイプということで、この取り回しは、サイド回しということで、サーモスタッチ付きのサイド回しという風になってございます。はい。で、ここにプロテクターが付いているということで、アクティブのサブフレームも、同時についていて、これですね、プラグコードキャップがね、テイラーのイエローになっていると。でこのイエローボールですからね、イエローで、サーモスタットのねこのオイルクラフィティングも金で、後で出てくる金ということでね、かなりバランス取れてるんじゃないですかね。はい。で、こちらがですね、 FCR と新品で言ってもらってます。37パイですね。はい。でちょっと見えにくいんですけど、こっちにバグスの、小物入れとキャッチタンクキットをつけておりますという感じでございますね。アクセルもとても軽く仕上げれてると思います。はい。でファンネルゴールドなんですけど、何やったかな、ゆうかなやさんって言ったかな、1個4000円ぐらいの確かファンネルで4つで、値段的にもまだ安いんじゃないですかね。大体アルマイトファンネルで2万円ぐらいした記憶があるので、いい感じに、思ったより分厚くてね、しっかりした作りだなっていう印象を受けてるんで、悪くないんじゃないかな。うん、いいと思います。はい。でステップがストライカーということになっております。後ろがね 36P のオーリンズかなになっていて、後ろも、オーバーの、キャリパーサポートでカニがついているという感じで、ポイントはですね、まだこれゲールなんですけど、後ろがこれですね、160、60、18ということで18インチなんですよね。いやこれがね、やっぱちょっと車体も大きく見せることができるし、細いですからね、180に比べて乗り味が、ね、結構ヒラヒラするんじゃないかなって思ってます。はい。そうですね、ブレーキ要素はね、多分もうちょっとこうじゃなくてこっちに行った方がねいいかなとは思います。はい。っていうような感じかな。で、マフラー忘れてましたね、 TMC3 ですね、の4インチの集合かな、うん、こういうタイプですね。でエンドバッフルがついているということでございまして、うん、サイドカバーもね、これどこやったかな、間違ってたらごめんなさい、ドレミなんかな、 Z っぽい感じで、タンクもねゼファーとここえぐりあるんですけど、このふっくらタイプになってるんで、これはまあ後ろもね1100ってタンデムあるんですけどないですから、外装キットは一部変わっているかなっていう感じになっていて、シートもタックロールになっているという感じでございますね。はい。どうですか、このイエローボールに、各所の、パーツを金で入れているという、まとまりがすごいいいんじゃないかな。金ってね使い方難しくて、入れすぎるとやらしいし、うん、ワンポイントだと目立たないしっていうねところなんですけど、この持ってるイエローボールのカラーリングをふんだんに生かした、各アルマイトパーツの投入の仕方っていうのがとても綺麗だと僕は思います。はい。
なのでね、早速乗っていこうかなと思います。はい、じゃあエンジンかけていきたいと思います。よいしょ。軽く暖気はしたんですけどね。さあ温度はね、これアクティブさんのメーターがついてて57、58度かな、いけると思いますね。いきます。よいしょ。さて、あ、ちょっとクラッチ遠めです。あ、なんか道が混んでいるということですね。さあ、よいしょ。めちゃくちゃ今日の乗って一発一足入れた感想としては、めちゃめちゃ今日あったかいです。はい、全体的にはですね、ついにこう冬が終わったんじゃないかなと、思います。本当にね、今日暖かくて、あのオートバイ日和なんじゃないかな。今日は平日なんですけどもね、次の土日とか、すごいね、晴れたら皆さん行かれるんじゃないかな。はい、行きます。よいしょ。さあで、ね、いいということでシールド閉めます。さあ、ゼファー1100、なんかオートバイの久しぶりな感じします。はい、で、乗って感想はですね、やっぱクラッチがね、ちょっと僕の中では透明に感じるかな。こう僕は好みやね、これあくまでダメとかじゃなくて好みの話なんですけど、握ってちょっと離し始めたらもう動いてほしいわけなんですよね。なんかこのゼファー1100は握ってある程度のこの遠いところに行って初めてオートバイが進み始めるっていうような感じになっているので、まあそこがちょっと、まあ手が大きい方はそっちの方が乗りやすいのかなとは思うんですけどっていう感じなんで、ハンドル周り見ていこうかなと思います。はい、ですね、これですね、ドミノグリップがついてバーエンド、これポッシェだと思うんですけどね、ゴールドがついて、これどこのか分かんないんですけど、ゴールドのスロットルキットがついていると。で、これはアクティブの、ワイヤーです。これステンレス金具のブラックワイヤーで、ついていたのが、純正キャブでしたから、こうダブルナットじゃないんですよね。それで、あ、ハイスロ入ってるからダブルナットや思ったと思って。で、アクティブさんのこうピッチね、ネジ山のヘケードピッチが一緒だったんで、そのままアクティブのワイヤーだけ使ったっていうような感じでございますかね。で、薄型スイッチ入っていて、これアクティブさんのね、デジタルモニターですよね、になっております。で、右がレーシング RCS ですね。はい、ラジアルマスターシリンダーで、左がね、これ19パイついてるんですよ。だからちょっとね、重く感じるかな。普通にね、ゼファーは16でいいんじゃないかな。軽いし、別に16パイでも十分切り切れるんで、僕は大丈夫だと思うんですけどね。まあちょっと19が入っているということで左曲がります。いやー、なんかもういきなりめっちゃ疲れましたね。なんか喋り疲れたというか、そんな感じです。さ、どんな感じでしょうか。さあ、ですね、まあ今回ですね、FCR キャブレター新品をご購入いただいて取り付けさせていただきましたと。まあ、なんやかんやでこうちょっと作業にね、至るまですごい日数をかけてしまって大変申し訳なかったなとは思うんですけれども、まあとりあえずなんとかということで完成いたしました。もう本当にお待たせしてすいませんでしたというような感じでございます。はい、ここまでの印象としてはですね、このタンクですよね。まあさっきも言った通り、ゼファー1100ってタンク、えぐりタンクなんですよね。で、 Z1、Z2 ってこうふっくら丸が来てるから、 Z1 とか Z2 に寄せる人っていうのは、結構ね、まあ、本気度の高い人だったらこのタンクを叩き出して丸にするっていう感じですけど、これも元からふっくらしてるんですけど、そのふっくらしてるエンドのとこですかね、これちょうど、太ももの内側と言ったらいいでしょうか。そこがこうちょっとポコッとなってるんで、ニーグリップした時にちょっと当たるかなっていう感じです。まあ華奢な足細い僕が当たるということは、しっかり肉付いた筋肉をお持ちの方であればもう少し邪魔に感じられるかもしれないっていうのと、足をついた時、ステップではなくて地面についた時に、Z1、Z2 仕様のサイドカバーがふっくら盛り上がっているので、それも同じく内股に当たるかなという印象を受けました。はい、乗る分には何の問題もないですという感じですかね。はい、で、FCR の端戻ります。はい、で、一応ですね、最初 FCR ポン付けして、回してみました。で、まあ尾藤 R&D さんから、まあ、新品をね、リリースされたものを取り付けしているわけなんですけれども、だいたいね、もう濃ゆいんですよね。メインジェット150のスロー50かな、これもうほぼ固定なんで、まあ、だいたい濃いの分かってるんですよね。だから僕としてはもう鼻からね、新品状態でもメインもスローも引いて取り付けしたいところではあるんですけれども、やっぱりね、このビフォーアフターを見せたいっていうのもある、まあ、新品の出荷時がどんだけ濃いかっていうのを見せたいのもあるから、あえて何も触らずにそのままつけてやってるっていうような感じなんですよね。だから皆さん、お断りますだからね、皆さん大体の場合はですね、濃ゆいですから、新品を買った方ですね、
何もしてないよっていう方は、ちょっとね、普通に行為を疑ってもらったらいいんじゃないかなって思います。はい。で、これ、ハンドル周り続きいきましょうかね。これ、Z ミラーのショートステムかな。これね、このオートバイは全然大丈夫なんですけど、これ、短くしすぎたら全然見えなくて、で、大体この手のミラーって、シャフトがもう一本、ロングステーっていうのが入ってるんですけど、あれにするとむちゃくちゃ長すぎて、デザインがちょっとっていうのがあるんですよ。だから、僕としては、ミドル、間っていうのが、ないような感じがするんですよね。というのもね、アントライオンと、ポッシュかな。がこの削り出しの Z っぽいミロはやってるんですけど、あれ全然かっこよくていいんですけど、鏡がね、めちゃくちゃちっちゃいんですよね。だから、見にくいんですよね。単純に。かっこいいですけど、見にくいということなんで、やっぱこのね、でかいサイズがやっぱり、Z っぽいかなーって感じなんですけど、シャフト長さ問題ですよね。だからこう、売りをね、商売的に考えるのであれば、これ今までなくて、ユーザーが苦しんでるんですよ。要は自分の肩しか見えないと。でもロングステイ入れたらかっこ悪いという、この苦しんでる声を汲み取ってね、ミドル作りましたみたいな、そういうね、柔軟性のあるメーカーさん、現れたらいいかなって思うんですけどね。はい。で、すいません。すぐ話が脱線するんですけど、で、キャブレッダーを取り付けして、まあ、濃い状態ですよね。で、その状態の、馬力が、90馬力だったかな。ポン付けで90馬力でした。で、現状ね、その、つけたばっかりの状態としては、まあ、パーシャルの10がむっちゃ濃い、20はまあ、ちょいと入り口薄い、で、全開域が濃いと。いうような感じでした。はい。FM9 やったかな、ハイリー、ゼファー1100のスタンダードの針って。だから大体濃いんでね、まあそれ大体薄くしていくと。で、薄すぎたらアクセル開けた時乗りにくいですよっていうような、まあそういうのが結構定説あるんですけど、まあ私はその辺はね、数字を見ながらということで左曲がります。さあ、18インチパッケージ、あ、曲がりやすいですけどね、普通に。これタイヤの銘柄をちょっと見てなかったけど、めちゃくちゃいいんじゃないですか。どうと、加速はね、これ、ちょっとね、バッフルついてましたよね。なかなかいい音すると思いますけどね。このフルヘイズ被って、シールド閉めてる状態でもなかなか、なかなかええ音すると思いますけどね。ということで私も右に合流すると。さあ、これアクセル開けたくなっていくんですよね。これね。さあ、で、ちょっと話がすごいと思うんですけどね。まあ90馬力で、まあ、セッティング後はね、93.9 馬力と。いう感じです。まあ94馬力ということにしときましょう。はい、っていう感じで綺麗に出たと思います。んで、まあバッフルがね、まあちょっと最初の方で、映ってたと思うんですけど、あれを取ればね、もうちょっと馬力上がると思います。結構絞り目なんですよね。単純に、バッフルの開放してやるだけで 2,3 馬力余裕で上がります。はい、4,1 ですからね。やはり開けてあげたら、まあ馬力ね、正直いらないと思うんですけどね。僕はうるさすぎてもね、乗っててしんどいっていう意見めっちゃわかるので、まあ私もね、大人になったということで、昔はね、もう 60.5 倍ぶっ刺して300ミリでもう爆音トン通じゃないと絶対乗れたくないですっていうね、私も若手の時代がありましたからね。まあその状態からはね、まあ逸脱してですね、最近はこうジェントルな音を求めるようにはなってきたということでね、大人の仲間入りを果たせたのかなとは思うんですけど、爆音も大好きです。さあ、こんな感じです。そうですね、加速感はね、やっぱいいですね。ちょっとね、今激しめにシフトダウンしてみましたということで、これはね、やっぱこのパーシャルがね、最初はね、ポン付け薄かったんですよね。だから今すごいこうニュルニュルっと出て、これちょっと巻いてみましょうかね。よいしょ。そうですね、クラッチはやっぱりもうちょっと近い方が好みかな。軽くもなりますからね。よいしょよいしょ。あ、なんかね、一本橋を渡ってる気分で懐かしいね。あれね、7秒以上とかでしたっけ、なんか忘れましたけど、結構ね、こうずーっとね、こうやるみたいな。ちょっと僕もしばらく一本橋やってないんでね、うまいことできるかは自信ないですけどっていうことですね。はい。あ、結構燃料入ってるんですね。なんかちょっとこう試乗の時ってね、なんかプスプスになって止まるの怖いから、なんか癖でプライマリーにしちゃうんですよね。なんかまあ皆さんはね、オンとかで、燃料がなくなったらこうリザーブとかにしてると思うんですけど、私は結構オートバイに乗る時は、そうですねいいですね、ついこう川崎がね、それ違うと見てしまうという癖があります。はい、なので乗るときはね、結構プライマリーにやっちゃうかな。なんかこう、風圧、まあちょっと風圧キャブと、
あの直落としの燃料の話になるんですけど、やっぱりこう風圧、エンジン風圧を感知して、燃料をガソリンコックがタンクから、キャブレターへ流すというシステムになってて、エンジン止めた時は燃料流れない、万が一ホースが切れてもガソリンがずっと流れるのを防ぐっていうのが最大のメリットであるんですけど、風圧コックって、ただですね、なんだろうな、こうプライマリー、まあ要は水道でいうところ蛇口ですよね、ひねりっぱなしの方がガソリンを落とす量は早いような気がやっぱするんですよね、個人的にね。だからなんかこの FCR ってどうしても結構燃料食いますから、こうフロートが常に満タンで満たされてほしいという願望があるんですよね。だからなんか癖でどうしてもプライマリーで、乗ってしまうような感じです、で、まあ、このオートバイはちょっとね、あの違いますけど、あのガソリンフィルターって結構ね、うち入庫するオートバイついてるんですよ。っていうのもゼファーが多くて、ゼファーってやっぱりデビューしてからかなり、92年でしたっけ初期型が、30年、もうすぐ30年か、になってるんですけど、あのやっぱり、ガソリンタンクが錆びているゼファーってとても多いわけなんですよね、だから錆びてるものがキャブレターに入ると当然燃料漏れますから、フロートバルブが詰まって、なので、ガソリンフィルターを入れるんですけれども、ガソリンフィルターがついているせいですごいなんかこう燃料の落ちが悪いような、あちょっと行きます、落ちが悪いようなことがあるので、やっぱりね結構ね僕は嫌うかな、本気でやりたいんだったらやっぱりガソリンタンクの方の錆を完全に除去してから、ガソリンフィルターレスで、新品の綺麗なFCR キャブレターを装着して、今後のね、長いオートバーライフをエンジョイしていきたいと、思うんですよね。やっぱり、良くないんですよね、ガソリンの錆の粉って、だから完全に除去をしてやったらいいと思うんですけどね、そこはねお金かけていいところだと思うんでね、まあ、半永久的に錆びないコーティングとかって今あるんで、まあ、そういうのをねバンバン自分の愛車だったら、売っていっていいんじゃないかなと僕は思いますけどね。はい、さあ行きます、よいしょ。さあなかなかでもね乗りやすいんじゃないかな。はい、ということで全米帰ってきましたと。はい、なんか止まってますけどね、気にせず行きます。そうですね、お惣菜屋さんでしょうかね、こう毎日ね他弁持ってきてくれたらいいんですけどね、うちもね。はい、ということで帰ってきましたと。よいしょ。はい、勝手に車を止めても私は何も文句を言わずということで、PMC の41集合の、マフラーに FCR37 のパッケージという感じです。いきますね。バッフルついてるんですけどめっちゃええ音しますよね。はい、こんな感じです。これバッフル取ったらうるさいでしょうね。全然このままで僕めっちゃいいと思います。いいよ、ちょっと心地いい音というか、めっちゃいい音だと思います。はい。ということで買ってきました。加速自体もね、ちょっとね、数回しかできなかったんですけど、どっから開けてもバーンって出る感じあるので、多分大丈夫だと思います。で、あとはね、やっぱこう、純正キャブからの、取り替えですから、まあ、FCR あるあるですね、まあ、エンジンの始動方法であったり、朝一の暖気であったりとか、まあ、その辺だけちょっと、お話しさせていただいて、まあ、これから FCR ライフがスタートすると。ということで、今日納車かな。いつもギリギリな全米ということで、最終チェックしてお渡しできればいいと思います。というわけでかっこよくて楽しかったです。ありがとうございました。